低価格の中国製 EV、 隠された裏側とは。電気自動車の市場が急速に拡大している中、中国製 EV は低価格で注目を集めています。シャンチートン4チーチャーや BYD などのメーカーが市場をリードし、手頃な価格で多くの消費者の心をつかんでいます。しかし、品質管理の不備やバッテリーの安全性に関する懸念も無視できません。発火事故や構造的な欠陥が報告されており、購入を躊躇する消費者も増えています。車両の長期的な信頼性や安全性に直結しており、リコール対応の遅れも信頼性の低下に拍車をかけています。一方、日本の自動車メーカーは徹底した安全基準と品質管理に基づく製品開発を行い、高い評価を受けています。トヨタや日産などは全固体電池技術や先進運転支援システムの導入を進めており、環境性能と安全性を両立させています。中国製 EV と日本製 EV の間にはどのような違いがあるのでしょうか。今回は両社のリスクと安全性について詳しくお話ししていきたいと思います。近年 EV 車は世界的に注目を集めていますが、中国製 EV は低価格で特に話題です。例えばシャンチートン4チーチャーのホングアンミニ EV は50万円程度という低価格で提供されており、都市部を中心に人気があります。また BYD などの中国大手メーカーも手頃な価格の EV を次々と市場に投入し、消費者の購買意欲を刺激しています。しかし、低価格の背後には消費者が見逃しがちなリスクが潜んでいるのです。低価格での大量生産が優先されるため、品質管理が徹底されていないことが多いです。安価な材料が使用されることで車両の耐久性が大幅に落ち、長期間の使用に耐えられないという問題が発生しています。さらに製品のばらつきが生じ、消費者が購入した車両において予期しないトラブルが発生するケースが増加しています。中国の EV メーカーが製造したバッテリーは熱暴走による発火事故が複数報告されていました。2023年、WM モーターが製造した E5 モデルでは、1ヶ月間に4件の発火事故が発生しました。原因はバッテリーセルの製造過程で混入した不純物が原因であるとされています。また、BYD などの中国大手メーカーでも、バッテリーマネジメントシステムの不備により、熱暴走を引き起こす問題が指摘されました。リチウムイオンバッテリーの管理には高度な技術が必要であり、特に加熱や短絡を防ぐための BMS の重要性が増しています。多くの消費者がリスクを回避するために中国製 EV の購入を躊躇するようになりました。バッテリーの品質と安全性は EV 市場における最も重要な要素の一つであり、ブランド価値や市場シェアを失うリスクが高まります。さらに中国製 EV はカタログスペックと実際の使用環境で大きな差が生じるケースが報告されました。例えば低温や高温といった極端な気象条件下では航続距離を大幅に下回ることがあります。多くの消費者から寒冷地での使用時に想定していた距離を走行できないという不満が寄せられています。バッテリー自体の設計や製造における問題に加え、管理システムが不十分であるためパフォーマンスの低下が顕著に現れるのです。長距離走行時や高負荷時にバッテリー性能が大きく低下することがあり、実際の運用において問題となる場合があります。環境性能と実際のパフォーマンスの差は EV の選択において重要な要素となります。消費者が EV を選ぶ際には実際の使用環境でのパフォーマンスも十分に考慮する必要があるのです。中国製 EV 車の欠陥が安全性に深刻な問題を引き起こす可能性があります。特に製造プロセス全体での品質管理が徹底されていないことが多く、製品のばらつきや安全性に影響を及ぼしています。 BYD などの中国大手メーカーが製造する車両においては車体の構造部分に錆が発生しやすいという報告がありました。車両の強度を著しく低下させ、衝突時の安全性に深刻な影響を及ぼす可能性があります。また
BYD の車両では事故発生時にエアバッグが正常に作動しないケースが報告されています。エアバッグは乗員の安全を守るための重要な装置ですが、不具合が発生すると乗員の命が危険にさらされるのです。問題は製造過程における品質管理の不備が原因とされており、消費者の信頼を大きく損なう要因となっています。中国製 EV は低価格ゆえに魅力的に見えるかもしれませんが、実際には多くのリスクが潜んでいます。特に安全性や耐久性に関する問題は消費者にとって重大な懸念事項であり、リスクが顕在化する可能性が高いです。消費者が中国製 EV を選ぶ際には価格だけでなく安全性や品質も十分に考慮する必要があります。またリコール対応の遅さは消費者の信頼を大きく損なう要因となっています。問題が発覚した場合、迅速なリコール対応が求められますが、中国メーカーは遅れることが多く、消費者の安全が脅かされる事態につながっているのです。例えば BYD をはじめとする中国の大手 EV メーカーはリコールに対する対応が遅れた事例が報告されています。リコール対応の遅さは安全性に直結する問題であり、車両の欠陥が消費者に重大な危害を及ぼす可能性があります。消費者は安全性と信頼性を重視して車両を選択する傾向が強まっており、リコール対応の遅れは市場での競争力を大きく損なう要因となりかねません。信頼性の高い車両を提供するためには迅速な対応が不可欠であり、ブランドの価値を失うリスクが高いのです。中国製 EV における信頼性の欠如は消費者にとって重大な懸念事項であり、車両を選択する際には慎重な判断が求められます。信頼性と安全性が保証された車両を選ぶことが長期的な満足感と安心を得るために重要な要素となるのです。今後中国政府は EV 普及を通じて国内の環境問題を改善し、新しい成長を促進することを目指しています。例えば新エネルギー車に対する購入補助金や税制優遇措置が導入され、消費者の購入意欲を高めています。また都市でのガソリン車の制限や排出ガス規制がEV の普及をさらに後押しし、2023年には中国国内で販売された新車の約 30% が EV 車やハイブリッド車で占められるようになりました。今後中国の EV 市場が持続的に成長していくためには、数々の問題に対処する必要があります。まず品質管理の徹底と安全性の向上、バッテリー問題の解決が必要です。さらに消費者が安心して利用できる充電インフラの拡充も重要です。都市だけでなく地方にも充電ステーションを設置し、全国的なネットワークを整備することが EV の普及をさらに後押しするでしょう。中国製 EV は数々の問題を抱えていますが、解決することでより競争力のある自動車メーカーへと成長することが期待されます。一方日本の自動車メーカーは長い歴史とともに築き上げた技術と品質で世界中から高い評価を受けています。厳格な安全基準と品質管理に基づいており、日本製 EV の優れた安全性に直接的に寄与しているのです。製品が市場に出る前に厳しいテストを実施し、バッテリーの安全性、特に熱暴走防止に重点を置いています。徹底したテストと検証は車両の信頼性を高め、消費者の安全を確保するための基盤となるもの。日本製 EV は最新の技術を導入して安全性を向上させているのです。 ADAS や自動運転技術は事故を未然に防ぐための機能が提供され、ドライバーの安全が向上しました。またバッテリー技術も進化しており、リチウムイオン電池の安全性と効率が向上しています。2027年に導入が予定されている全固体電池を搭載した EV 車はリチウムイオンバッテリーを超える性能を持つとされています。全固体電池は従来の液体電解質を使用しないため安全性が高く、発火のリスクが低減されていることも大きな特徴です。
日本の自動車メーカーが新技術を積極的に導入する背景には、ヨーロッパやアメリカ、中国などの競争相手に対抗する必要性がありました。例えばヨーロッパでは2035年までに内燃機関車の販売を禁止する動きが進んでおり、日本の自動車メーカーも次世代の EV 技術を急速に開発しています。日本国内においても、政府が設定した2035年までに新車販売の 100% を EV 車とする目標は、自動車メーカーにとって大きなプレッシャーとなっています。日本は EV の技術開発において、全固体電池の導入にとどまらず、ペロブスカイト太陽電池技術という新しい技術も積極的に取り入れていました。ペロブスカイト太陽電池技術とは、特殊な結晶構造を持つ材料ペロブスカイトを用いた太陽電池の技術です。従来のシリコン太陽電池に比べて軽量で柔軟性があり、さまざまな形状や設置条件に対応可能です。そして設置場所の制約が大幅に減少するメリットがあります。さらにペロブスカイト太陽電池の製造コストが低いことも大きな魅力です。シリコンに比べて材料費が抑えられるだけでなく、製造プロセスも簡略化されているため、全体的なコストパフォーマンスが優れています。例えば塗布や印刷技術を用いることで大量生産が可能となり、従来の太陽電池の約20分の1のコストで製造できる見込みがあると言われています。またペロブスカイト太陽電池はエネルギー変換効率でも高い性能を発揮しました。研究の進展により、1センチ角の小型セルで 23% という高効率を達成しており、シリコン型太陽電池の効率に匹敵するものです。高効率と低価格が両立することで、未来のエネルギー源として期待が高まっています。技術の発展により、今後の太陽エネルギー分野において重要な役割を果たすと期待されるでしょう。トヨタをはじめとする日本の大手自動車メーカーも新技術に注目し、EV 車への応用を目指しています。充電時間の短縮や充電インフラの不足といった問題が解消されることが期待されています。 EV の充電の手間が大幅に軽減され、ユーザーの利便性が飛躍的に向上する見込みです。またペロブスカイト太陽電池の柔軟性は、車両だけでなく建築物や携帯機器など様々な分野での応用が期待されています。エネルギーの供給源が大幅に多様化し、持続可能な社会の実現に寄与することが見込まれています。日本が世界に先駆けて開発を進めてきたペロブスカイト太陽電池技術は、未来のエネルギー市場において重要な位置を占めることが確実です。また国内のみならず海外市場においても高い競争力を発揮する可能性があります。特にエネルギーインフラが未整備な地域や新興国市場で、日本の技術が世界的なエネルギーソリューションを提供できます。日本の技術者たちが培ってきた知識と経験が、新しい技術の発展に生かされていくことは間違いありません。ペロブスカイト太陽電池技術の普及により、日本は技術大国としての地位を確立し、世界のエネルギー市場で重要な役割を担うでしょう。さらに日本の EV メーカーは、環境への配慮と持続可能性にも力を入れています。 EV バッテリーのリサイクルと廃棄に関しては厳しい規定が設けられており、環境への影響が最小限に抑えられています。バッテリーの再利用が推進され、環境保護と持続可能な発展が進められていました。日本の規制は EV の安全基準とリサイクルのプロセスを厳しく管理しており、車両のライフサイクル全体にわたって環境への影響を最小限に抑えることができます。消費者に対して信頼性の高い製品を提供するだけでなく、企業の社会的責任としての役割も果たしているのです。日本製の EV は国内外で高い評価を受けています。例えば日産リーフは発売以来多くの賞を受賞しており、安全性と信頼性が市場で認められています。製品の信頼性と性能を示す重要な指標であり、日本の自動車メーカーはこの分野で一貫して高い評価を維持しているのです。日本市場では品質に対する消費者の期待が非常に高く、
自動車メーカーにさらなる品質向上を促しています。消費者の厳しい目にさらされることで常に高い品質基準を維持するために努力しています。日本の EV メーカーは高度な技術力と信頼性の高い製品を提供することで国際市場でのシェアを拡大させていました。国際市場での成功には製品の安全性と信頼性が欠かせません。日本の自動車メーカーは常に最新の技術を導入し製品の品質向上に努めています。例えばトヨタや日産は自動運転技術や電動化技術においても先進的な取り組みを行っており、国際市場での競争力をさらに強化していました。日本製 EV は消費者からの高い信頼を得ています。製品の安全性と品質に対するメーカーの一貫した取り組みによるものです。安全で信頼性の高い製品を求めており、日本製 EV は消費者の期待に応えています。製品の売り上げや市場シェアに直接的に影響を与えるため、自動車メーカーにとって非常に重要です。信頼を維持するために、常に製品の安全性と品質向上に努めています。日本製 EV は、厳格な安全基準と高度な品質管理によって、他国製品と比較しても優れた安全性を誇ります。また、先進的な技術と環境への配慮、国際市場での競争力、消費者からの高い信頼も強みです。特に中国製 EV と比較した場合、日本製 EV は信頼性と安全性において大きな優位性を持っています。消費者は日本製 EV を選ぶことで、安全で信頼性の高い製品を手に入れることができるのです。日本製 EV は引き続き国際市場での競争力を維持し、消費者にとって最良の選択肢であり続けます。さて、中国製 EV と日本製 EV の比較を見てきましたが、この話題について皆様からの意見をいくつか紹介します。 EV が普及するのはいいことだけど、電力供給の問題を考えると、果たして今のインフラで対応できるのか心配になるな。中国製 EV は低価格で手に入るのは嬉しいけど、安全性を犠牲にしている部分があるなら、やっぱり安易に手を出すのは考えものだな。リコール対応が遅れるような車を買うのはリスクが高すぎる。安全性を最優先してほしいな。中国製 EV がこれだけ問題を抱えているなら、やっぱり日本製を選んでおいた方が安心だよね。環境に優しいのはいいことだけど、実際の使用環境での性能が伴わないと意味がない。カタログスペックと現実のギャップを埋めてほしい。中国製 EV の低価格戦略は確かに魅力的ですが、品質や安全性に関する問題は見逃せません。一方、日本製 EV は高い技術力と厳格な品質管理に支えられており、消費者に安心と信頼を提供しています。将来的には技術革新とともに、より安全で信頼性の高い EV が普及することを期待しています。今後も海外の反応をお届けしていきますので、気になった方はチャンネル登録、日本に生まれてよかったと思う方は高評価をよろしくお願いします。それでは、次の動画をお楽しみに。